炭酸運動でスッタラッタだ。はい、フレンズによって得意なジャンルは違うから、ああ踊れない日々の隙間から響くブレイク前夜眠れぬ誰かのカタパルト、旅人も演出家も美容師だってフレンズだよ。ドラクエじゃありえないパーティー編成のワンダフルオポチュニティ、ロックボールだ。いつも部屋の隅で座ってる、あいつもきっとフェイスにファック、あいつも今日は踊り明かすのさ。右手にスケッチブック、左手にパンダ、あんたからジャンプバッタ呼んでないでこっちおいで、今日もときめきの色ぜ。不機嫌なトークの背後にそれぞれの生き様が集まってる、スイート甘いのリズムで踊って今日も語り明かすのさ。昼間は漫画家、夜は話し家、遊ばれ夜にはこんな温度を。ヤマダンレイジのヤングサンデー。はい、どうもー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おなじみご機嫌な番組ヤマダンレイジのヤングサンデーの時間がやってまいりました。イエイイエイということで、今日はなんか広いですね、はい、一人いないんで、はい、クゼさんが、はい、美術部で燃え尽きまして、あら、ちょっとお風邪を召してしまいまして。え、そうだった。いや、嘘、ごめん、嘘です。さあ、ガチのリアクションじゃないですか。いや、偶然後で来るんですけど、ちょっと本番をね同時にやれてまして、うん、もうすごいあいつ忙しい中に作品を、出してくれまして、っていう感じですね。うん、まあ、前期来て今ヤンさん美術部展第3回、明治平成というテーマでやっております。なんで嘘つくんだ。そうですよ。本当ですよ。まだ見に来てくれてない人はぜひね見に来ていただければと。ちょっとね今チラチラっと映ってるんですけども、久世さんの代わりに、はい、90年代よりこちらの方をねゲストにお迎え名前これあるの、これ名前あんの、ない名前はないです。素敵な作品が A ガールな、はいはい、はい、平成が見守ってくれてます。はい、ガングロの圧力がすごい、はい、ですよね。ということ で、まあ、ですよね、ガングロといえばって言っちゃうとあれです。お前自分の作品書けや。俺はだから逃げんでじゃないですか。皆さん聞いてくださいこの人。なんかバナーイ君に発注してんだよこいつ。発注でなんて、でなんかセルなの、俺がプロデュースみたいな。うん、え、何ですか、立場がまた、え、何、俺はキュレーターなんで。何それ、ずるい。いやいや、逃げましたよ今年は。逃げました。いや逃げてないですよ、もう。来年は逃がしませんか。無理無理、マジで。去年ね思い知ったもん。何が、作りながら、このプロデュースするって、違う脳みそなんですよ、でこっちに没頭するとこっちを全部忘れてしまうというか、いろんなことのあれが遅れ、プロデューサークソ野郎って言われてますよ。本当だよ、もう。だからもう今回俺はこの美術部全体がね、何ですか、このワニスタの階層から始まり、全ては私の作品ということで、来ましたよ、コンセプチュアル、ぜひ、ね、私のだからね、コンセプチュアルアート宣言ですよ皆さん、はい、今日すっげえ大事なコンセプチュアルアートとか言い出したらおしまいじゃんっていうところからのバツキアですからね。ああ、アウトサイダーアートとか言い出したら違います。あ、違います。ミニマムとかコンセプチュアルとか言い出したら、ジョン・ケージとか言い出したらもう終わりですよって。出た、うん、もう現代美術って言い出したらもう終わりだから、もう病気だから、はい、感染してんだから。それそうなの、つまんないんだから。もうつまんないの、現代美術なんかこの国じゃ無理だから。え、もうだから そもそもアートとか無理だからこの国。どうしたんですか今日は。マジで。あ、そうなんですか。ちなみに、はい、ここにある作品、はい、ご存知ですか、はい、この作品、これしみちゃんご知ってますかこの作品。これは骨ですか。これ知ってますか。これ、これ隕石サンゴ、はい、とある有名な作家の作品なんです。サンゴでしょ、海にありますよそういうの、はい、なん知らないですか。じゃあ例えばこれは、これわかりますか。これ、それ流木ですよ。はい、ですよね、わかりますか。流木です。はい、これ誰の作品でしょうか。作品ご存じない、はい、漁師、これを漁師、漁師、
これはまあ後半に。後半に大事なことなんで。そんなに惹かれない謎だな。それ誰でもいいかな。俺も作れるし。大事な話なんです。俺も別にそんなの拾ってきて。つうかお前俺の服ごめや。え？あ羊って書いてる。俺すげえ今回分かった。分かりました。自分がなんでこんななっちゃったか。あこれ俺ちなみに二十歳の時着てたような服です。これ再現しました。はいはい、はい、再現なのそれ。再現です。再現です。あららららららら。これだからこれあの俺こういう格好で反原発デモとか言ってましたから二十歳くらいの時に、はい、止めらんなくてごめんな本当に頑張った、はい、頑張ったんだけど止まんなかったんだけどさ、頑張ったんだよ。そうそう。いやでもなんかねこういう、うん、だからまあパンクムーブメントをリアルタイムで被ってしまった。はい、でいろいろか、いろいろ思い出したの。下北によくいますもんね、そういう。まだいる？まだいるんじゃない？もういないでしょ？いや、いや、分かるでしょ、この大月健二感。あるあるある、大月健二感ある同い年だし。そうでしょ？うん、あいつ同じ波かぶってんだ。まあそうですよね。あ、みんなこうなっちゃったんだよ、あの時代。みんなこうなっちゃったんだ。こうなっちゃった、こうなっちゃいました。こじれちゃった。いや、だから本当になんかそう、なんかね、よく言うじゃん。パーソナリティキャラクター、はい、俺ですみたいな、はい、違う環境が作ってんだって。ああなるほどね。時代が生んじゃうんだって。なるほどなるほど。時代の病気のまんまずっといっちゃうんだって、はいはいはい、お前もそうじゃん。まあ、俺もそうですよ。90年代病にかかったまんまじゃん。まあ、しょうがないですね。シェビちゃんもそうじゃん、うん、はい。チェビちゃん完全にこれと同じジャンルの中に入ってるじゃん。渋谷ジャンルに。こうね、皆さん収まりのいい感じになってますよね。接点ないですけど同じジャンル。守護霊みたいな感じだよね。シビちゃんの中身。シビちゃんの違う中身というか。シビちゃん守、シビちゃん守ってんだよ。どっちかというとこっちがシビちゃんですよ。なんですか？なんかめっちゃ不思議じゃないですか。まあね。うん。うん。90年代ではないけど、うん、もうまあ、これこういうのもまあアートですよね。アートですね。そう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 、はい、そんで今日バスキア、はい、ニューペインティング、はい、ニューペインティング、なんじゃそれやった話じゃないですか。本当に今日コメントでもありましたけど、うん、あの今日は予備知識が全くないから逆に楽しみみたいな。おそうなんだよ。我々もそうですから、うん、全然古いものばっかり追いかけるんで、うん、そのもう20世紀美術とかはもう全然何にも。だから俺も今日こあの今回バスキアをね、バスキアとかニューペインティングって言われて、うん、なんかあそうなんだみたいな。だから、ね、何も知らないことに気づいて、なんでそんなに興味がないのかわからないんですよね。いやまず第一に、うん、現代アートってカッコつけてんじゃん。カッコつけてます。なんか偉そうじゃん。もう偉そう。偉そうでしょ。だってあと分かんないやつでバカじゃんみたいなさ、排他的だし、それはあります。上から目線があるし、うん、もうあと金持ちの道楽感すごくない？金持ちの道楽感もまあありますね。アートって口にしてるやつはもうロバート秋山がネタにする人になっちゃうじゃん。なるほど。面白い人になっちゃ う、うん、分かる分かる。からかう対象って、からかいの対象じゃん。だからなんかもう現代アートとか語り出したら終わりなんだよ、はいはいはい、本当は。ただし奥野さん、はい、1983年の美術手帳がここにあるんですが、83年の美術手帳で、これこれ俺の人生83年とは思えない何かがあるけど、これ俺の人生を変えた美術手帳なんで。えなんでかっつったら、うん、これうちの親父がくれたの83年に。えもう暑いじゃないですか。80、うん、83年の春に、はい、おいこういうの知ってるかって渡されたの。ほうほう。でそれまで俺漫画家になるつもりだから、はい、美大とか専門学校だって人に言って漫画描くからとか言ったら、うんうん、あの受験するのかって言うから、うん、いや受験とかいいから、うん、俺漫画描くからええっていう感じだったのよ。専門学校とか行って漫画描くから、うん、はい、こんにちは。バスキアかな。バスキア来ちゃった。バスキアかな。親父来ちゃった。これはなんか怒るぞ今日。やばいやばいやばい、大丈夫ですか。そうそうそう。でね、でお前その 美大っつうの最初から諦めてるようだけど見てみろっつって、はい、これに、うん、後半あの芸術予備校の広告ページが何ページもある、はい、あ、はいはい、つまり美大に行くためにはここに行けばいいってことが書いてあって、はい、ここに書いてある上野予備校っていうページがあったせいで、はい、俺は上野予備校に通うんです、はい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 、上野です、はい、そう、それそこからの玉見に行く旅が入って、はい、それ全部アリエネに書いてあるんですが、うんうん、はい、皮肉なことに表紙が横忠則です。横忠則なんですよこれは。ニューペインティングについて書いてるこれ、うん、でまさに83年っていうともう大爆発の頃、それでバスキアが、亡くなるちょい前ぐらいの、うん、あの87年に亡くなるのかな、うん、だからそのバスキア黄金期の実はバスキア黄金期、バスキアが黄金時代のニューペインティング真っ只中の時の美術手帳なんだよ、うんうんうん、でこれ食らってんのよ。
で当時の高校生だった俺はこれを見て全く意味が分かんなかった。全く意味が何が書いてあるのかも分かんないもう、だってこれ拡散する子のアマルガムに向けてって提談書いてあるね。もうすでにタイトルがもう分かんない。拡散する子ってなんだよってでそだから全然ついていけないし、ここに書かれている画家全然知らない。デビッド・ホイックにも知らないし、アンリ・ミッションも知らないし、ただここにリー・ウーハンって書いてある。リー・ウーハンって書いてある。あ、はいはいはい、この人が僕の大学の先生になるわけですよ。おお。そして僕はこの10年後にこの美術手帳の出したコミッカーズで人生相談してますから。え、美術手帳が出したの？美術手帳がコミッカーズ出すんだよ。でコミッカーズ出るからそこで人生相談してくんねえかっつって、漫画書いてくれじゃなくて人生嘘そういうオファーねえから人生相談で漫画家山田玲司の特集ないから、もう、まあ、わけわかんない。そう、なぜか人生相談させられてお、そう、すごい。でそっからさらに10年後に横尾忠則のところに会いに行くんだよ俺。あ、そうか。いい、あ、じゃあこのそう美術手帳の旅なんだ。旅というか何て言えば予告の書を、あ、なるほど、予言の書を俺は親父に渡された、ね、お前の人生はこの後こうなるんだぞとか言って、はい、それでそっから10年後にニューペインティングについてこんなとこで喋ってんのすごいめちゃくちゃですよ。すごい本当に、まあ本当にね、ちょっとこれ面白そう。そんでね、そこでなんつうのかな、意味が分かんないけど、うん、とてつもなく面白いものがある気がしちゃったんだよこれに、はい、で美術でアート行っちゃった人たちの多くが、はい、ただ絵が好きだったんだけど、うん、なんか知らないけど意味分かんないけどなんか超面白そうなものがあるぞっていう、うん、でそれについてめっちゃ詳しい人たちが腐るほどいて、はい、全然その多言語のように喋ってる。なるほどなるほど。でも盛り上がってるんだよ、うん、これ悔しいじゃん。あ、同じ言葉使ってんのに全然分かんない蚊帳の外だから子供は寝なさいみたいな感じよ、うんうん、なるほどね、だっけちょっと待ってって大人はめちゃめちゃ楽しそうなことやってんじゃん、うんうん、だからウォーホルとか分かりたいじゃんやっぱり、うんうん、なんこれ、うん、一体なんでこれで何千万とかしてんのとかって思うじゃんみたいなさところからさ、まあ、入ったりするんだけどさ、はい、ところがこの国ってそもそもアート本当ダメで、うん、で、そうアートを語る環境にないもん。まずアートって言ったらもう終わりみたいな方が強い。終わりっていうか痛いやつになっちゃうもん、アート喋るとさ。で、まあ、大きな原因が俺はあると思うんだよね。とはいえね、美術展やるとどんだけ人入んだったのじゃない、うん、まあ、その大きいやつですよね。ルノワールっていうだけでも毎回必ず入ってるんだよ、まあ、おばさまとかおじさまとか、ね、そうそうそう。なんか ルーベンスとかさ、あとなんだっけ、はい、あれに弱いよな、ルーブルに。ルーブルには弱い、ね、ルーブルのなんとかってついたらもう全員行くじゃん、うん、何なのあれってさ。なんか俺ちょっと思うんだけど、実はいや美術好きなんじゃねえかなっていうのはあるよね。実は美術が好き、そう、うん、でね、アートと芸術が違うんだよ、はい、アートっていうのが翻訳すると芸術っていうのが間違ってて、そもそも、うんうんうん、で芸術っていう日本のそのいわゆる芸術っていうのはさ、うん、芸能と芸っていうものの、うん、その向こう側とか技、うん、技の世界なんだよどっちかっつうとさ、はいはいはい、で技の向こう側みたいな、だから若冲が好きみたいなさ。そうですね、超絶技巧がまだ、うん、超絶技巧って分かりやすいんだよ、うん、そうですそうです。で写真みたいに描いてるっていうの大好きなんだよ。大好きですね。で、あれは工芸品を好きだっていう、うん、運慶ってすげえみたいなやつ、そうですね、っていうそういう 文脈で語られてるんで、だから朦朧体別なんだよ。だから朦朧体はだからお前大会散々やったけど、ね、近代入ってきちゃったから、うん、どうすんのって話になった。それまでの日本の美術って美術っていう概念はないけど、うん、工芸品だったっていうのはそうですね、うん、でなんかまあ綺麗なものとかわびさびとかそういうの大好きな国でさ、実はさ、うんうん、貧しいけどすすきがあって月があるから幸せだよね、梅涼館みたいな、そういう世界じゃん、梅涼館あの月をあげたいよね泥棒にもねみたいな、そういう世界なんだようちの国っていうのはさ、ね、つまりさ、アートは産業になんなかったんだよ。あー、アートは常に共にあったわけ、うんうん、でそれをさいくらだって言い出したらさ、なるほど、ダメなんだよ、はい、そもそもが絵を売っちゃダメなのね。絵を売るような俗物じゃなかったのこの国は。すごいこと言いますね。ただし絵をだからまあ浮世絵みたいなのもあるよもちろん、はい、ただし本質的にはそうだったと俺は思うのね、はいはいはい、それがだからそのまあ近代に行くに従って、うん、だんだんその美と商品っていうのがなんかそのお金っていうものが乖離してくるんだよ、はい、でそれでこの国ってすぐいくらなのってなるじゃん、はい、
なそのさ価値よりも値段つうかさ、まあまあまあ、これ実は5億なんですけどみたいな、そうそうそう、まあ、そう言われたらそうなんだって思う、5億 なんか思っちゃう、ね、クールジャパンみたいな、お前手袋しろ手袋みたいな、なんだよそれみたいな、でだからそこをいかに騙すかっていうことに言っちゃったのよこの国、はいはいはい、だから今のアートって売れてる人全員詐欺師ですから、うえ5億です、5億、あれあれ、はいはい、一緒にやってる愛マドンナさんも愛ちゃんは何する何かが、愛ちゃんはもっと売れていいはずだ、はい、そうなんだ、売れてもいいんだ、騙さないからね、はいはい、そうなんだ、あなるほどね、そうそうそう、本物はいいということね、はい、でまあそのなんかムカつくのがさ、はい、あれじゃん、あの 五教科みたいなの大事にすんじゃん、五教科、国数理英みたいなさ、はい、ほんで美術と体育いっかみたいなさ、うん、音楽と美術の時間はもういいよね、はい、遊ぼうよみたいな、まあありますね、ないことにしろみたいな、一番にしろやった話、一番ってどういうことなんですか、だから数学とかいいからもうぐらいの時間を使え、ああ同じだけの時間は後にそのです、でそれ芸術とかいいからしなくてもいい、はい、アートやれって話じゃん、明治維新やったんだったらアートやんなかったらどうにもなんねんだって話じゃん、明治維新やったんだったらアートやんなかったらどうしよう、明治維新って西洋のインストールだろ、うん、はい、したらどういうことかって言ったら人間って何かって考えなきゃいけなくなっちゃったんだって、それはまさにその通り、その通りなんだ、うん、そんなやったことねえもん、まあね、江戸時代、だって、まあ、あんまりやんないですね、親方様のために死ぬんだもん、みんな考えなくていいんだもん、みんなそうじゃないけど、まあまあそういう、はい、うん、そうだろ、で、まあ、仏教が完璧な哲学あったからさ、だからそれをね、あの無常なりで終わっちゃってから、そう、それを輸入しちゃって、もう別にいいですよ、自分で考えるというよりはそれをこうインストールするっていうのが一番最先端のそういうものをね、でインストールしようとして格闘したのが、はい、あの日本画のこの間やった大観の人生っていうのは、うん、まさに西洋インストールしたけど起動しねえアプリみたいになってしまった画家たちっていう、俺たちこれ使えねえしっていう、特に洋画の方は、洋画が本当に困ったじゃん、うんうん、まだあの矢野さんでは洋画の方はやってませんけども、まあまあまあ、まあ、そうなんそうなんでね、じゃあね、芸術っていうのはその、技と、その芸能みたいなものの向こう側に行くっていう、それを使って向こう側に行くっていう、うん、アートって何かって言ったら、はい、哲学なんだよ、もうもはやルネッサンス以降、うん、アートって神様のものからお前のものにするって決めちゃったんだよ、うんうん、人のもの、そしたらそれもらっちゃったら、うん、答え出さなきゃいけないんだよ、はい、つまり人間ってなんだ、はい、世界ってなんだ、宇宙ってなんだ、うん、お前は誰だ、そして俺は誰だっていうことを、それこ答えるのがアートなんだよ、それに答えるのがアートなんだ、答えるのがアート、問いかけるってくるものではなく答える、問いかけるという形で答えてもいいわけ、むむむこれめんどくさいでしょ、めんどくさいです、めんどくさいです、はい、だからそういうの考えたくない人には、うん、アートって言われても困るんだよ、そうです、ね、何色塗ったらいいんですかって話になっちゃうんだよ、何色塗ったらいいんですけど、うん、なります、そうで、さっきで塗り絵が好きじゃんみんな、うん、工芸の世界だからなんでこの国が、うん、工芸と職人の世界だからお手本を横に置いて同じように塗るっていうのやるの、これみんな大簡単にできるから、はいはい、ただし白い紙渡されてお前を描けとか言われたらはあみたいななりますね、だから芸大の受験の時にキャンバス渡して人間を描けとか言われたりするわけよ、うん、どうしたらいいか、はいはい、そこでだから答えが出せるかどうかがアートができるかどうかっていうラインになってくるわけだよ、うん、っていうところで、だから俺アートがなぜ俺好きかっていうと、はい、アートっていうのは人間ってなんじゃってことを考えるからなんだよ、はい、だからアートって実はふざけんなって言いながらも何よりも面白い、何やん、実は何よりも大好き、なんでかっつうと、はい、なんで人生って何かって考えるのって人間だけだろ、うん、そうでしょ、言語がね、犬は考えてるかって話じゃん、うん、で猫はさそれを超越しちゃってっか羨ましいなみたいな、はい、って話もあってさ、うん、でも特権でもあるわけ、その悩むっていうことはね、あらゆることに対してなんでだって言っているのって、うん、なぜ生きるのか、うん、なぜ君はここにいるのかみたいな、はい、なぜ君は清水なのか難しい清水の存在について考えたりすることができるわけで俺たちって、はい、猫には無理じゃん、はい、だからそれってすげえ面白くて、はい、これなしで生きていくっていうのはどういうことかっつったらぼーっと生きるってことでしょえ、なんでここにいんの、なんで生きてんの、なんでこれ見てんのみたいな、
人間だものってやつですね。あで、まあ、そこで安直な答えとかをつい出して脳を楽にしようとするんだけど、うんうん、逃げらんないじゃんそれは、うんうん、どっかでそうすると誰かの支配さに誰かの脳みそに支配されていくわけ、うん、考えない人間って簡単だから、うん、動かせっから、うん、ルノアールすげえよって言われてへーへーって言っちゃうんだから考えてないからありがてーとか言って薬師如来とかありがてーとか言っちゃう、うん、考えろっていうさなんでぼっちしてんだよっていうさ俺はすげえそう思ってたわけだよずっとさ、うん、大事じゃんだって人間生きてんだからさ考えた方がいいよねなんつってさ、はい、思ってたわけよ、はい、で、もう一つアートの特徴っていうのは、うん、美を発見するきっかけを与える行為だと思うね美を発見するきっかけそう、だから何が美しいかって、うん、で木漏れ日美しいみたいな、なるほど、で木漏れ日美しいと思ってない人が印象派見てあ木漏れ日だいいな綺麗だなって思ったりするっていうおなるほどね、うん、それをこうなんていうの結晶化するというか、うん、その美っていうものをそこに閉じ込めてるからこそその絵を見て、うん、現実のあれに キックバックしてくるってことですね、うん、例えばさ写真なんかでもさ、うん、普通に女の子写真撮った時にさ、はい、カメラマンによってはさ、うん、夕日に光る髪の毛のさ輪郭線だけが光ってるみたいな写真撮ったりするじゃんよくあるじゃんそういうの、ま、た例えがなんかもう ねバブル、うん、あれは漫画でやったわけだよやったんですねそれはその当時だからバブルの頃に誰かがやったんだよ、うん誰かが見つけたんだよ、はい、それをその美しさを髪の毛の何本かが光ってるのが綺麗だなって思ってやったもんだからそれを見た人たちがいいねと思って真似して伝統化していくわけ、うん、でそうやって他にしていったわけですねこの宇宙はこの世界はなんて美しいんだろうっていうふうに思えた方がいいじゃん、うんうん、そうですねそれはそうだ、うん、でそしてゆくゆくは醜いものの中にも美を見つけてしまったりするそうなんですよ、うんうん、あれ何なんでしょうね醜いのに美しいってね、うんうん、そうなんですよ、うん、でなんかそのいけないのにやってしまうみたいなことねありますもんねえでとか、まあ、前回のやつは悪だったじゃないテーマが、はいはい、美術展が美術部のねそう、はい、で悪っていうのが、うん、美醜で言ったら醜い方なのかっつったらそんなことないよねっていうさ、ね、悪って美しいんじゃないの、うん、っていうタブ超えたところにある美ってあるんじゃないのみたいなものを発見した人がいたっていう、うん、それを発見するのがアーティストの仕事なんじゃねえのっつってそれでまあアメリカンビューティーのやつが一番わかりやすいけど、はい、アメリカンビューティーって映画の中でねこの番組にありましたけど、はい、リッキーが撮ってるムービーの中で、はい、風に舞うビニール袋っていうのがあって、はいはい、それがずっと自分に絡まるようにくるくる回ってて、うん、そして消えたとその瞬間に彼は気がついたとそこの背後に何かしら大いなる何かがあるということに気がついたと言って、うん、それは神のような存在なんだけど神と言ってないんだよね、うん、でそれは絶対的なものだってことに気がついちゃう、うん、だから僕らは大丈夫なんだよって言うんだよ、うん、あのリッキーはもう本当素晴らしいカットなんだよあれまさにアートの本質なるほどあの瞬間だ彼は完璧なアーティストのあの瞬間それを捉えて彼女にそれを見せながら、うん、その彼が感じた美を言語化して説明してるちゃんと、うんうん、で伝えられてるっていうさそこういうこの行為そのものがアートなんだよこれ日本人苦手苦手なんだ苦手かな でも本当は苦手ではなかったなんでかっていうと俳句とか短歌とかそうだからそうですね、うんうんうん、岩に染み入るセミの声なんつって、うん、ただうるせえだけじゃねえっつった場所にそんなことを言う人初めてですよ、うん、もうただうるせえだけじゃねえ静けさやから始まっちゃうからそうそうそう、うん、うるさいんだから本当は静けさやに感じちゃうみたいなさ、うん、そこに美が矢を入れるのはね美がそこにあるわけだよねだからそれはリッキーと同じことを場所も場所もしてる場所もリッキーそうだから俺はアメリカンビューティーの最後は、うん、いやそんなの日本人がもう200年ぐらい前に通過したてんだってその通りですその通りです、うん、それだけですごめんなさいそうなんですねで大きな、一つ、まあ、そのアートってブーブー言いましたけどブーブー言ってきましたけども、はい、アートに完全に人生を奪われた人間として、うんはい、俺はだから気取ってっけど俺アーティストだから
気取ってるけど、気取ってるクソ野郎だけどアーティストなわけだよ。アーティストなんだよ俺は。意外と気取ってないですけどね、レイさんって、うん、マジか、うん、頑張っ気取ってるからそんなんで気取ってるからマッチロチロとか言わないですもん。そうね、始まる前にもうマッチロチロとか言い出してね。そうそうそう、いや俺だからそのアートが持っている傲慢さとか、はいはいはい、そういう高みから見下ろしてるとかいうことにはすごくその敏感なんだよ。そうなってしまったら終わりだと思って、うんうんうん、ビートたけし的な感じってすごくあって、うん、ダメだぞってさ、うんうん、上上がったらダメだぞって、ストリートにいろよって、まさにバスキアまさにそういう人なんですよ、うん、でね、アートの最大の、なんつうかな、なんつうかな、効果、効果効能、アートは何に効くかっていうと、まず価値観を揺さぶってくれる、うん、見えてないものを見せてくれる、はい、で考えたこともないことを考えさせてくれる、確かに、つまり自分を変えてくれるわけですよ、うん、これどうなるかっていうと、あの認知を変えてくれるっていう、どう見えるかっていうことを変えてくれるっていうね、うん、その世界の見方、世界をどう見てるか認知してるかっていうことを変えてくれるっていう、うん、つまりその世界を内側から変える行為なんだよね、アートっていうのは。なかなか自分が変わるの、そう、うん、自分が変わるのって難しいんだよ、うん、はいはいはい、でも自分が変わっちゃうと一瞬で世界が変わるわけ。なるほど。これはものすごい力がある。力がある。何千万かけてもセミナー通ってもなかなかできない、自分を変えるのは。本当にそうです。でもアート一発で変わっちゃう可能性があるんだよ。だから価値があるっていうね、そのアートそのものっていうことですね。めっちゃわかります、うん、でちなみにバスケの話に行く前に一個、はい、まあ、まだバスケの話言ってない、はい、バスケはね、うん、あのそうなんだよ、まあ、その一つなんですけどね、はい、あのまあ、アーティストっていうのはどんな風に認知を変えてきたのかっていうことをざっと流れで、うん、あのちょっと言おうかなと思うんですけど、あのまずですね、写実主義、写実主義はクールベ、写実主義のクールベさんって言いますよね、クールベさんね、で、あの人はあの今までそのちょい前には、なんていうの、天使とかヴィーナスとか、うん、女神とかそういったものを描いてた時代があって、うん、それに対するアンサーとして天使なんかいねえぞっていうことを描いたっていう人が、うん、まあ、クールベで、それは写実主義で、それで葬式中も全員泣いてるわけじゃねえぞと、うんうん、つまり世界を写実的に切り取ることによって、うん、これいなんていうの、おかしくもリアルで可愛い、その愛おしい世界っていう美しさっていうのを見つけちゃったのが写実主義のクールベだし、うんうん、印象派はもう今更言うわけあのないけど、まあ、私にはこう見えるってことですよ、うん、あとはまあ影の中にも色があるってことを発見したりとかする、うんうんうん、あと、印象派の引き金になったマネっていうのは、貴族であっても俗人だってことだったりとか、うん、あとまあドガだと豊かさっていうのは実は孤独さ だっていうこと、そのだからドガの描いた美っていうのは結構悲しい美だったんだよね。あ、確かに確かに、そうだからそれはルノワールと対比して、うんうんうん、ドガは悲惨な美なんだよ、悲惨というか、つまりそれあの売られた少女がバレリーナになって、それを、まあ、その管理してる男がいてっていうのを全部一つの画面にして、そこを美しいっていうふうに描いてるっていうか、一個もう一つ言ってるっていうかさ、うんうん、まあ、ピカソはじゃあ何かって言ったらさ、全てを同時に描くことができるぞっていうこと言い出してきてる。キュビズムっていうのはこっちからもこっちからも、物って何かって、その時に悲しみも怒りも喜びも同時に描けるんじゃないか、内面もね、内面、うん、内面もだから、そのこっからしか見えませんってことじゃねえぞ、うん、むしろ向こうからも見えるしっていうことで、うん、絵画を完全に変えてしまったって、うん、まあ、ダリなんかは別のやり方でフロイト式に心の中には宇宙があるっていうのをやったっていうか、うんうん、心の宇宙って面白いよなみたいな感じで、うんうん、そんで、まあ、日本側は何を言ってるかというと、大体その全ては過ぎ去るものです。なんでちょっと笑ってんの？なんで日本側だけちょっとバカにする？なぜかというと、はいはいはい、日本側には必要ないんだよ、アートが、あのね、そういう理屈が、そうです、そうです、完成してて終わって、ま、もうだからもう出来上がっちゃってるの、出来上がっちゃったやつ の再生産、そうだから、それを言って移ろうのです、そう、スタイルの変遷、そうだから日本側はもう変わらないんだよ、変わらないっていいんですよ、いいんですよ、変わっちゃいけないです、変わっちゃいけないんです、はいはい、それじゃあね、はい、じゃあこれからこれからバスキア、はい、並びにニューペインティングって言われてる連中が何を言ったかっていうと、いよいよ、はい、一言で30分に経ちましたけども、いよいよ行きますか、はい、うるせえ、今日のテーマ、ええこれがニューペインティングです。 Fuck you! You know?あ、はい、サキュネのアスホー、これがあのニューペインティング、
ですわ。でこのニューペインティングどうしてこうなったのかっていうところをはじ、まあ、ちょっとずつやっていきますね。はい、いいねこのキョトン感。いや分かりますよ俺は全然分かりますよ、うーんと思って。いやなんか久しぶりにさ、レイさんのそのなんかそのめちゃくちゃ分かりやすいアート解説だよね、うん、今日ね。そう久しぶりだから、あんな一緒のこと悪く言いたくないけど、うん、言いたくないけど言う、なんかこう動画あれって言おうと、うん、動画とかでアート系とか探すとさ、はい、ろくなもんねえんだよ。あらららら、EPP なわけですね。なんかさ、もうさ、アートが余計につまんなくなるようなさ、なるほど、こと語ってるやつ多くてさ、はい、やめろってそういうことすんの。余計にさ、なんか大事なアートからみんな離れちゃうじゃねえか、俺の大事なアートからさ、つって。だって、ほんとアートは、すげえ面白いしすげえ効くから、うん、人生に、はい、っていうかそのすごく必要だから、じゃないと資本主義に飲まれて奴隷になっちゃうからね、うん、だからそこからの解放っていうことなんで、はい、でまずじゃあそのバスキア前夜の話から始まります、はい、これ本当にバスキア前夜ね、うん、まずバスキアの登場前 の、 その空気感とかどういう流れで来たかっていうのをじゃあ、うん、お願いします。あのね、サルトルから行きますか。サルトル。あのね、フランスから、あのね、実存主義がね、はい、あの転ぶところから始まるんだよね。実存主義が転ぶところから、うん、でその、ざっくり言います、はい、サルトル実存主義ですね、うんうんうん、サルトルといえば、うんうん、で実存主義っていうのは何でしょう、清水さん答えられません。ごめんなさい。すいません。つまりあのそのね、俺はここにいるんだと、神のせいじゃねえんだと、俺はここにいるんだと、それが最も本質的なものじゃ、うん、もんじゃないかと。そうそうそう。で神がもしいるんだったら神の前に何かがいたはずだみたいな、うん、いるんだいないのかどっちなんだ、うん、俺はここにいる、これは絶対的なことなんだ、だから俺は主体を持って世界を変えることができるし、うん、その自由があるはずだ、そうしなければならないのだっていう、要するに、うん、I am a hero なんですよ。おお、大変な生き方です、はい、そうだからそうです、ね、うん、そう自分が主人公にならなければいい、そうそうそう、そしてお前もできるはずだ、うん、でこれまさに西洋合理主義、西洋近代主義の核になるし、ね、うん、これが、まあ、いわゆるナチスの引き金にもなっていくわけなんだよ、うん、ただ多くの若者にとっては俺の人生だ、俺で作れんだ、世界俺で変えられるんだっていうふうに言われて、これはだから個人という存在が絶対的だという考え方です、はい、だからニーチェで言うと超人みたいな、うん、スーパーマンみたいなことになるわけなんだけど、うん、これに対して同じフランス の、 そのレビストロスっておっさんが出てくるわけだ、はい、でこの人はその世界中見てみると誰もヒーローとかやってねえしって言う。個人のあれで生きてはないと。そう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 。で、いろんな鳥がいて、虫がいて、うん、世界があって、その中の一部じゃないですか。うん、っっみんな関係性があって。持って、つって、うん、それは構造に過ぎないじゃないですか。うん、構造主義の実存主義から構造主義に行くっていう流れがあるわけ。うん、そこでどうなるかっていうと、うん、ヒーローがいらなくなっちゃうわけですよ。ミスターインクレディブルですね。ヒーロー不在ですね。それでこれはだからヒーローから平凡さんの時代に突入ですわ。うん、だからこれがいわゆるその、一つの始まりなんですよ。でそれはね、絶対的なものから相対的なものになっちゃうんだよ、うん、俺のヤングサンデーだじゃなくて、うん、この関係性がヤングサンデーですってなってた。はい、そんなにテンション下がるの。ていうかそもそも一人でやるの嫌だからさよ、みんなを。俺構造主義なん。構造主義だからいいんだ。これだから美術でも岡田さんも実存主義なん。あの人実存主義、なるほど、あの人すごい分かりやすい。そうそうそう、サルトルとレヴィストロースの、そうそうそう、で 俺たちはだから構造でいこうと。構造の力でいくとっていうことを選択する、はいはいはい、だからその方がさ楽しいじゃんっていうさ話もあるじゃないですか。なるほど、ね、そうそうそう、そんでまあそのそういう風になってって、うん、でアートが、まあ、そのヒーローだイエーみたいなところから、うん、アート自体もそのだん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 その相対化していくっていうか、うん、要するに一番分かりやすいのがいろんな人がいろんなことやったけど、リヒテンシュタインが漫画をアートにしちゃうとか、うんうんうん、なんだっけ、ホイック、あ、じゃあ、あの、ウォーホルが、はい、シルクスクリーンで、はい、マリリン・モンローの映画の、うんうん、ワンシーンの写真をそのままアートとして出してしまうというさ、大量生産され、うん、そこには誰でもできるんだと、うん、そしてアートの、アトリエをファクトリーって言い出すわけだよ、うん、工場というわけですよ、うん、そこにおいて構造なんだよ、
あるのは、うん、つまり主体はなくなるわけ、うん、いらなくなっちゃうわけ個人が。でここからまたどん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 ミニマムアートっていうのになっていくわけで、つまりどん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 記号化された人体もいらないじゃないかとかなってきて、うん、なるほど、その残像だけでいいじゃねえかなんつって、イブクラインとか、うん、その人が当たった後みたいなさ、それがいよいよマクロスコになってくると、ただの四角い箱みたいな、うん、ロスコーね、ロスコーになってきて、うん、いいねなんつって言ってっけど意味わかんないよっていう、うん、そしてモノハの登場になると、もう石出してボンつって、うん、はいおしまいみたいな、はあみたいな。確かに。でも そこにはそのヒーローいらないわけよ、はい、どうすんのこれつって、どん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 70年代ぐらいになると難解になっていくと、うん、で一番この流れが分かりやすいのはビートルズの変遷。何キャンパーミーラーブって言ってたよ、うん、でエニタイム踊りわーってやってて、それがだん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 鬱になってって、うん、それでだんだん例えば、リボルバーのトゥモローネバーノーズっていう曲があるじゃないですか、うん、あれワンコードだよね、 C コードだけ、はいはいはい、だん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 ミニマムになってくる。 なるほどあれだけ展開してった、うん、変拍子やってったジョン・レノンがどん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 やらなくなっていくと、うん、で最終的にナンバーナインナンバーナイン、ホワイトアルバムのナンバーナイン、ナンバーナインご存知ですか？え、わかりません。はい、ホワイトアルバムってアルバムがあるんですよ。でそのアルバムの中の最後の曲っていうのはナンバーナインつって、もうほとんど小野洋子の影響で現代音楽を始めてしまったジョン・レノンって、だからその横でさ、だってさあれだよ、あのジュリアーとか歌ってんだよ、あれあの人、あのポールは、うん、ポールはずっとポールのままなんだよ。ポール派だな。When I 64とか歌ってんだよ。なるほど、それナンバーナイン、ナンバーナインって始まっちゃった。ナンバーナイン好きすぎる。言うのが。なんすかこのパン。ところが奥野さん、はいはい、このナンバーナインこそ、うん、後のトランスのきっかけになってませんかって話ですよ。そうなの？そうだから、その四つ字でその同じことずっと繰り返して、ナンバーナイン、ナンバーナイン、ナンバーナイン。って、うん、で、あれね、そこからリミックスはすごいされました、ね、そこからヒップホップに乗っかってくるっていうか、うん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 、新たなるその序章に過ぎなかったの、新しいその序章に過ぎた、うん、ただし非常に難解でついていけなかった、うん、で最も難解でついていけなかったのはやっぱ現代音楽の流れで、うん、で今、まあ、やっぱ決定だ、ジョン・ケージの4分33秒でしょ。ほー、だからジョン・ケージっていう方いるんですよ。でこれはあの小野洋子さんの1人目のジョンって言われてますね。で2人目のジョンがジョン・レノンですけど、ジョン・ケージ、そう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 、ね、ジョン・ケージいろいろあったらしいですね、うんうん、でそのジョン・ケージっていうのはピアノがあったらそのピアノが普通に音出しちゃダメだろうと、はい、ほんでそのピアノの弦に、はい、いろんなもん突っ込んで、うん、え、はい、ちゃんと鳴らないようにする、はい、それダメじゃない、ダメ、ダメなやつをダメなやつ、それをちゃんと楽譜にすると。え、それで完璧な楽譜があって、はい、4分33秒ってご存知ですか？知りません。4分33秒何も やらないっていう曲になるわけですよ最後。あ、でもそれ音楽なんです。それそうだから、それがちゃんと楽譜になってる。全音符全音符全部何もしないのずっと続くの。え、それでだから やってきて、どうも皆さんこんにちはっつってやってきて、ね、そう、うん、それでちゃんとピアノの前でコンサートホールでこうやっていって、うん、4分30秒何もしないっていう演奏、はい、ついていけないでしょ。ついていけないで、ここにおいて極まるわけだよ、はい、何をするかっていうと、お前とかじゃねえだろうとか、周りを聞けよとかって、音を聞くなよっつって、周りにいるおっさんのくしゃみの音を聞けよとか、はい、認知せよ世界をっていう、これが現代アート、現代音楽。難しい難しいでしょ。しかもね、売れないんですこれあ、売れなかったの？これが最大の特徴で、はい、この後その、まあ、ざっくり言うと、はい、ミニマムアート、コンセプチュアルアートみたいなのが出てくるわけですよ。今日はちょっとあの80年代のアートの話するんで70年代60年代ちょっと軽くすっ飛ばしますけど、はい、あのコンセプチュアルアート、例えば、ね、アラン・カプローって人、誰、うちのたまびに来てもらいましたよ。パフォーマンスの創始者って言われてる。パフォーマンスっていうのは何かっていうと、絵を描いてました、はい、でデュシャンが絵から出ちゃいました、うん、ちょっとずつ出てくんだよいろんな人が。で最終的にはオブジェって、うんうん、もう絵じゃないですか、はい、で泉とか言って、うん、そういう風になってきますって言って、そしたら今度、いやいや行為そのものがアートなんですとか言い出して、うん、私のこの動きがアートなんですみたいな、そうです、なってくるみたいな、それがあって、で、まあ、俺の好きなアラン・カプローって人は、うん、会場をね、はい、外に設定するんだよ、砂漠みたいなところにさ、はい、そこに氷の家を作るわけ。氷の家、うん、だみんな来る頃にはもうないんです、うん、困るでしょ、売れないでしょこれあと壁に唾で字を書いて、はい、アートです
みんな来た時にはもうないです、はい、アートでしょ。それはね、うん、アートですね。アートなんですよ。いいアートしてますね。いいアートしてますよ。あとね、まあ、ランドアートっていうのもあって、まあ、その例えば、橋を全部、その梱包しちゃうとか、うん、島を全部梱包しちゃうとか。梱包ブームありましたよね。あれバギズムっていうのが始まってて、はいはいはい、まあ、そのそうそうそう、そのバギじゃない、要はだからあれ、ね、シュレティンガね、あ、そうな、言ってみればね、だからバ、はいはい、そのバッグの中に入っちゃえば、うんうん、入ってるのか入ってないのか、お前が決めるみたいなやつが、それは島全体をクリストは住んじゃうんだよ。島をですか。島を。そう。そういうランドアートも生まれるわけ。へ、うん、もしくはだから螺旋、その、螺旋状の意味のない、なんつうかな、道を作って、海の上に道を作ったりとか、はい、こうただぐる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 して真ん中に止まるっていう。誰がその道を歩くんだみたいな。で真ん中行って止まるだけとか。そこにはちょっと深い意味があったりなかったりみたいな。そうだから、うん、結局コメントも言ってますけど、はい、アイデア勝負になっちゃうんですよ。その通りです。現代アートっていうか、まあ、コンセプチュアルアート。そう、それがだからコンセプトなんですよ。コンセプチュアルアートなんですよ。そう だからそうそう。でも中には、例えばランドアートの中には産業廃棄物が捨てられた、うん、その有名な島みたいなね、ゴミ捨て場にね、まん丸のね穴を掘ってね、うん、そこにね山の土を入れるっていうのがあるんだよ。でみんな見に行くたんびに、そこだけ完璧な丸いまんま緑になってくるんだった。そこだけ意味があるじゃん。そこにはもうもはやでしょ、やばいでしょ、うん、つまり、うん、アートにはパワーがあるわけだよ、うん、ところが売れないんです、はい、であとみんながついていけないんです。ついていけない、ね、演劇もすごかった、はい、お客さんに向かって全員がお客を見るだけみたいな、うん、ちょっと面白い、ちょっと面白いけど2時間半向こうからただ見られてるだけってどうする。いや、もっと自転車ずっと漕ぐだけとか。そう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 、うん、小野陽子はあれだよね、あの部屋を飛んでるハエをずっと映してるっていう。ああ、うん、あと大ホルだっけな、あの6時間の寝てる人をずっと撮ってるっていうさ、だからそれを見てる人も寝るみたいなさ、ね、っていうやつとか、ニコ生だよねもう、いろいろ、そうだから、そう、つまり60年代っていうのは考えすぎてわけが分かんなくなってだからあの当時だから、そのその60年代ぐらいのってやっぱそのやったるぜみたいな、うん、変なことやったるぜみたいな、その熱量があったから、うん、うん、あ、じゃあ熱量から始まって、はい、スーパーマンになろうと思ったんだけど、はい、いやいや構造主義だろってなったところから、うん、その知的なバトルになっていくわけだよ、うん、でその知的なマウントの取り合いで分かったような分かんないようなっつって、うん、みんながどん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 置き去りにされてっちゃった、うん、そして一番困ったのが画商だよ。あ、なるほど、絵が売れない、売るものがないんだもん、うん、だからギャラリー行ってゴミ並べられて出ましたアートみたいなさ、な、困っちゃうの、ね、そう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 、どうすんの、その中にしんちゃんの作品もあったりしてだからそれはアートの文脈で言うならばそうなんそうなんそうなんだよ、うん、この服1億だろ、だってアートの文脈で言うならな、マジで、そう、マジでやばそういうことになってしまうんで、ただその、そんなこんなでやっていくうちに、うん、あのとにかくそのどうすんのこの先っていうことで、はい、一番抑えられたのが何かっていうと気持ちだったって話なんだよね、うん、気持ちだった、つまり、絵を描くときにその人の感情とかが乗ったりとか、うん、思いみたいなものが乗ったりとかするんだけど、うん、石を置いておしまいですみたいになると、うん、どうすんのその気持ちは、うん、みたいな、で見る側もそういう気分だったみたいな感じがあって、うん、それが、70年代からちょっとまあ徐々にそのなんつうの、まあ、その反体制運動の失敗っていうのがあったわけだ。でベトナムがあって、それでまあ日本も世界中の、学生運動は全部挫折するわけだよ。でそこで若者が大量の挫折を背負ったまんまどうするかっていうと、内宇宙に逃避し、銀河に逃避しみたいな感じになってって、最終的に旅に出ちゃったりなんかしてね。そう、それでまあだんだんその次の世代になってくると、戦ってもいないのに鬱の空気の中に付き合わされる世代っていうのが、ね、はいはいはい、三浦淳とかまさにそう、三浦淳さん、そう、だから団塊世代じゃないんだから、うんうん、だからさ、糸井さんは戦ったんだよ、うん、で戦ってバリケード封鎖で戦って、で、うん、警官に捕まって、うん、俺は世の中を変えるために戦ったんだって言ってからの、うん、糸井重里なんだよ、うんうん、だからあいつらダセんだよって言えるわけ。なるほど、説得力とかいう権利がある。三浦淳は何もやってない、はい、
何もやってないんですよ僕ってね。困るでしょ気持ち。気持ちがそのだからチューブラリンな感じ。ああまあ確かにね。でそこで寄ってたか立つところがないですよね、うん、そういうふうにそのなんか ふわふわした状態の中でそのまあなんだろうな超能力みたいなブームオカルトみたいなものに捕まる人でした、ね、ああなるほどね、うん、スピリチュアルな方に走る人、うん、えそうそうそう。でそのだからなんとかな俺って特別じゃねえんだよなってところから、はい、でもそのヒッピーカルチャーになるとそんな特別じゃない自分にも超特別な何かを持っててみたいな、うんうん、ゲンマ大戦とかそういう流れでゲンマ大戦からのオウムだからねオウム真理教だからねゲンマ大戦って平井和正が70年代に書いてて、うん、あの作品小説で石森章太郎が漫画にしてこの辺にテレビでやったりなんてことない少年が、超能力を持ってた、うん、そして世界を救うために戦うことができるのだったっていうみたいな流れになってて、まあ、みんな大体あっち行っちゃったんだよ、うん、でガンダムの話ちょっとだけするとガンダムだけちょっと異質であれは団塊世代だから富野さんが超能力書いてるんだけど、うんうん、現実社会と戦うっていうね、はい、そうですねそう超能力と社会との関係とか、うん、スターウォーズもそうだった、うんうんうん、ただしその先になると戦いがなくパワーを持て余すみたいな状態になってくるみたいなのが70年代の後半からあたりから始まるっていう、ね、それで、彼らが、まあ、その空気の中でどうするかっていうふうになってったっていうのが、このニューペインティングの始まりっつって、うんうん、で、どっちからいこうかな今何分今47分ですよ47分、どっちがいいかなどっちか、アンケート取りますかどっちのルートで行くかバスキアがっつり後半でやるかなバスキアはがっつり後半ねつまり、はい、そのうるせえよって言い出すタイミングまでの話してるわけだよ、うんうんうん、そうまだ序章ですからねそうバスキア登場してませんからねバスキア、ま、ね45分経って、はい、バスキア前夜の話なんだけど、はい、これが一番大事なんだよでそっからうるせえよってなった時の流れっていうのが、うんまあ、バスキアの空気をね空気、うんうん、それでその、同じ時代にこっから今やりますかおっとお立ち上がりました、ね、レイジが立ったいややるぜレイジが立ったうるさいわそう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 さて、はい、久しぶりですねなんかね、うん、ちょっと最初の頃思い出しますねそうそうそうちょっと、ね、3人でレイジさんの講義を聞くって、うん、そうそう3人とか2人で、うん、さあ、はい、俺だってそういう講義聞きたかったもんあやんないもん誰もやらないから俺がやるそう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 俺がやるっていう話ですはい、はい、あでそれであ後半は後半でいいやまだ、とりあえずだから、ムンクからの話っつってた言ってたじゃないですか、はい、そうそれでこのニューペインティングっつ表現小表現方法見たら分かるけどバスケやな、うん、イエーイでしょ、はい、イエーイイエーイわーでしょデッサン知らねえみたいな、うん、デッサン知らねえ気持ちが大事みたいなやつがこっちじゃないですか、うん、これ大体あ思い出せばいましたよそういう人いました気持ちが大事ってはいムンクですねああああ、はいはい、シミちゃんじゃなくてシミちゃんではないシミじゃないでしょ叫びってなった時に、うん、もうデッサン知らねえってなるじゃんもうだから叫んでる時にはもう空も叫んじゃうみたいなあ、はい、全部でこうそれを表現してるって、うんうん、狂気の状態に入った人間っていうのを描く時に何をやったかっていうと技法よりも表現そのもののパワーみたいなものにこう倒れるっていうか、うん、そっち側に行くというさでもう一つは社会に対するなんていうかな怒りとかメッセージみたいなもの、うん俺たちの気持ちを分かれよみたいな、うん、だから印象派みたいにさこれが美しいですよとかさそういうさ生優しいもんじゃなくてさ、うん、てめえら聞けよとかって、うん、俺は死にそうなんだよっていう知らねえ知らねえてめえらみんな嘘つきじゃねえかって最初に言い出したのがこのアンソールジェームス・アンソール、うん、ジェームス・アンソールは仮面の画家ですねだから仮面をかぶった人間たちをいっぱい描いてた現象で、うん、誰も素顔でなんかいないんだぜっていう悪いやつですアンソールそうこの辺りのジェームス・アンソールムンクあたりから、はい、つまりこれあるの要するに今鬱にかかった戦争中のおっさんたちの絵なんだよ、うんまあ、戦争前夜ぐらいなんだけどさ、うん、でここの流れで、ゲオログ・グロスっていう話知ってますかゲオログってガンダムじゃないですよジョージ・ゲルググもしかしてゲルググロのゲルググではないゲルこれはこの人最終的にアメリカ行ってジョージ・グロスという名前になって、はい、ドイツ語でゲオルググロスって言ってグロスグロスですねドイツ人なんですかドイツ人ですグロス
ゴロスって人がいて、うん、でこの人は、はい、あのこの人がもうとにかく凄まじかったこの人、うん、でこの人熱狂的なナチス、まあ、ナチスがドイツ崇拝者だから第一次世界大戦の時にこの人、はい、戦争を早く終わらせるためにつって第一次世界大戦に参戦してんの、うん、で第一次世界大戦って本当に1ヶ月か2ヶ月ぐらいで終わるって言われて始まった戦争なんだけど泥沼になって、はい、まあ、何千万人も死ぬみたいな感じの、もうそれでこの人どうなるかっていうと、はい、戦争止めてやるんだってわーって言って重傷を負って帰ってくるという熱っ熱っで入院してますから、なんかすごいね、すごいよ、うん、でドイツのためにっつってもう一回立ち上がるから、うん、この人、はい、で次のでも戦争に行けないわけですよ、うん、それでどうするかっていうとドイツのためのこの人ドイツ共産党入るから、あそして共産主義になるからレーニンにも近づくから、うん、そして散々ドイツだなんだ共産党だってやって戦ってるわけですよ、うん、この人、うん、民衆のために、それで、うん、彼ら共産党ドイツがナチスがいかにしょうもないかっていうのが気がついちゃう、気がついちゃうんだ、お前ら最低だなって言ってアメリカに行く人ね、この人、へお前の責任もあるやろこの人だから信じてたものに裏切られちゃって、うん、あーなるほどね、うん、それを容赦なく風刺した、まあ、20世紀最大の風刺画って言われてるので、堂三江さんっているじゃんこの時代、もうちょっと前にさ、堂三江っていうさ、己堂三江って人が新聞で風刺書いてんだけど、はいはいはい、まあ、庶民の暮らし大変ですよみたいなちょっとした皮肉っていうのあるじゃん、うん、違うこの人も違うパンクだから、はいはい、ざけんなっていう絵ばっかり描いて、だからなんていうのかな、部屋に飾れないのこの人の絵マジかって、あちょっとメタルに通じる何かあるな、そうそう、まあ、あだからグロスあのジョージ・グロスはちょっと調べてみると結構面白いですよっていうさ話です、ね、でドイツの流れがねどうなったかっていうのをね、はい、まあ、ちょっとざ簡単に本当に簡単にやります、本当にこれがね、はい、あの後にだからこのおっさんのやってた表現主義的な この流れみたいなのが、まあ、いわゆるさっき言ったつまんないアートの時代になっちゃって、で60年代が終わってドイツもつまんなかったんだよ、でつまんなくてどうなるかっていうと新表現主義っていうのが現れて、でこの人があのゲオルグ、またゲオルグさんなんだけど、バゼリッツっていう人が現れるんですよ、はい、でバゼリッツ、うん、でバゼリッツでこの人ものすごく分かりやすくイカれてるんですよ、この人、この人この絵はそうじゃないんだけど、バゼリッツさんはね、はい、あれですね、あのね、あ、かっこいい絵描くじゃん、はい、逆さにすんのこの人だからこの人絵描いたら全部逆さにしてアトリエにそのギャラリーに並べる、はい、ほう、うん、それで意味を解体してしまうと、何かを描いてひっくり返しちゃって、うん、なしなしなしってやるわけ、なんでそんなことするの、こういうことです、そんな絵の具も使ってね、金も使って、うん、全てだからそういう方、ね、うんうんうん、そうそうそう、でまあそのいや要するに、まあ、意味なんかねえよっていう、はい、そういうことを、うん、まあ、目的に書いてたっていう人がいて、あと、まあ、うん、ドイツで有名な人はあの、はい、キーファーっていう人がいるんだけど、キーファーもかっこいい、キーファーの絵もかっこいいんですよ、あらいいですね、かっこいいでしょ、ハンセム・キーファーで、この人はこの人もまた戦争のこと、これなんかもそうか、これがかっこいい、キーファーさん、アンセルム・キーファー、アンセルム・キーファーさん、この人はあの結構直接的に戦争を批判している絵が多くて、そう、はい、あのナチスの敬礼をヨーロッパ各地で69年にナチス式の敬礼をハイルヒトラーをみたいなのをこの人やってた、うんうん、つまりそれを自分でやってて、それを撮影して、うん、それで占領っていう写真のして発表してる、そう、つまりだからそのナチスっていうものがもうそのあの評価下げてどうにもなんない時にあえてこの人やってて、で墜落した飛行機とかそういうことをテーマにしたりとか、あとはまあその、戦争のなんとかな遺品みたいなものをこうテーマにするっていうことをやってた人 で、うん、でまあ、この人はあの草とか藁とか損傷しやすいものを絵画に貼り付けるようになる、うん、まあその
あ、日用品なんかも結構作品の中にこう取り入れたりなんかしてるという、うん、この辺の、まあ、もう実にだからドイツっぽい流れだから、この人はグロスはその見てわかる、誰を金持ちは最低だぜっていうことを言ってんだろうなっていうのがわかるんだけど、うん、それをもう一歩先にもう落としてるのがドイツ表現主義っていうんで、もうもはや、なんつうのかな、フォルムはないよね、デッサンとかっていうのではなく、解体解体解体っつって壊していくっていう流れがドイツであったのっていうのが、まあ一つありますね。で、はい、もう一つイタリアの、イタリア、イタリア面白い、すごい、もう全然アメリカ行かない。まあ大丈夫。なんかあれですね、ああ、しみちゃんサポート、はい、あのドイツイタリアって来るとやっぱりね、第二次の、その通りなんですよ、ね、敗戦国なんですよ、ね、で敗戦国のところから数日通告、あ、ま、上がって最初はだから上がってくるのがすげえ面白くて、はい、それで、あの、あ、もう時間やべえかな、あとですけど、でね、あ、うん、やばい、ちょっとあとちょっとですね、あ、はいはい、まあ、まあいいですよ、レイさんの番組なんで、はい、イギリスの話をちょっとするんだけど、イギリスも、ほうほうほう、今日はすごい、うん、お前だって散々やったじゃん、春草の話までしてたじゃんか俺だってほぼ日本のね、政府の話までしてるじゃん、政府の話したいですよ、それ政府の話したい、も俺もくれて大阪だよ大阪京都ですよいいじゃん、ドイツイタリアの話したっていいですよ、だからそうそうそう、レイさんの番組ですから、めっちゃ面白いのが、はい、うん、トランスアバンギャルドっていうのが始まんの、はい、イタリアで、はいはいはい、そんで、そうそうそう、でさっき言ってたトランスアバンギャルド、そう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 、そこだからゲオルグロスのこれはドイツね、はいはい、でこれでイタリアは同時期にトランスアバンギャルドっていうのがあって、うん、サンシーって言われてんの、サンシー、サンシーって言ったら有名じゃないですか、え、サンシー誰も知らないもんなサンシー、イタリアの新表現主義の人たちの有名な 3C って言ってみんな C がついてたの。でこれがクッキー、キア、クレメンテっていうこの3人で。かわいいな、なんか。そうそうそう。クッキーとキアとそうなんだよ、クレメンテ。まあなんかそのイタリアなんで。そう。あ、そうそうそう。で分かりやすい、そうで。クレメンテがすげえ分かりやすくて。クレメンテってこのおじさんです。そうそう、カイロ軽かったケープタウンね、うん、そのまま答えでいいのかと思ったらそこに名前書いてるから違うんだと。そう、クレメンテもいろんな、いろんな絵を描いているんだけど、こんな可愛い絵とかも描いてるんだけど、クレメンテグアルディオラみたいななあ今そう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 、クレメンテさん、この絵が有名です、割と。これ映画にもなってるんで、そうなんですよ。それでこの人はあれなんだよ、この人の、ね、絵ね、ちょっとほらこれって権利的に絵の表紙しか出せないじゃん、うん、あの画集の表紙とか雑誌の表紙しか出せないから、はい、探したけどなかったんだけど、はいはい、あ、この人の画像検索してほしい、クレメンテ、とにかくもうね、デッサンひどいんだけどね、はい、そのね、デッサンがひどいってことがいいってことをよくわかる人、これ、へ、何を描いてるか、だからモディリアーニとかって意外とデッサンちゃんとしてんじゃん、あ、モディリアーニって単純化して内面を描くんだけど、うん、ちゃんとしてんだよ割と、うん、この人ちゃんとしないんだよ、何かいびつなんだよ、だからデッサンの狂った漫画家みたいな絵描いてんの、うんうん、でそのデッサンの狂った漫画家みたいな絵が何を表現してるかっていうと、はい、当人の歪んだ自意識みたいなものを表現しちゃってんの、うん、だこいつ多分さとかってすげえ面倒くせえこと考えて自分のこと思ってるよねっていう顔になってるっていうかちょっとだから何て言うのかな、モディリアーニと違うステージに行っている新たな人物画みたいなものを、その クレメンテっていうのはめっちゃいい、いい絵描いてる、そう、めっちゃいい、いいよ、いいでしょ、いいんだよ、すごくすごくいいんです何このポーズ、そうポーズがちょっとジョジョみたいな、ポーズが変で、うん、そう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 、で本当にこの辺のさ、うん、クレメンテはね、クレメンテ店とかもあったの、はい、うん、クレメンテ店、実際に見に行ったりとかした思い出が確かある、行って多分行ってるはずな俺、まあ、どっちでも多分見たんだ、本物見たような記憶があるんだよね、その時の印象が残ってて、はい、そうそうそう、それでまあざっくり言うと、今度はさっき言ったクッキー、クッキー超可愛いでしょ、可愛い、可愛い、うん、可愛いっていうか、クッキーだからイタリアのさ、ラファエロの子供たちがさ、ちょっとこうなってくるのが面白くない、
そうですね、こうなるの、こうなるの、うん、だから超絶デッサンっていうものから ルネッサンスあって、あ後からイタリアの美術についてみんな日本ではあんまり語られてなかったんだけど、うんうんうん、気がついたらこんなことになってるんだよイタリア人、ちょっと面白いでしょ。でこれサンドロ・キアーレさん、だから これもこんなことになったりする。おでしょ、うん、でね、あのね、この辺になるとね、ちょっとあの 3C に関しては本当に情報がなくって、うんうん、あんまり本でも出てなくって 3C に関しては情報がない、情報が本当になくて、で なんで知ってるかっていうと、ビジステーションとかにチラチラ書いてあった。 3C って出るんですか、うん、本当に？そう、レイサーが作ったんじゃないの？検索したら出てくるです。イタリア広めようとしないか、そうトランスアバンギャルド で、うん、でこうやって出てきてますっていう、うんうん、あ、もう行くか、しょうがないか、そっか、そうで、まあその砂利おじさんの話したかったんだけど砂利おじさんの話後半にしますか。わかりました、はいはい、だから、はい、大竹新郎さんの、大竹新郎さん、うん、若き頃の大竹新郎さん、かっけー、かっけーちょっと裏マックさん入ってますよ。そうなんだよ裏マックさんだったよマジでそう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 、すごい。でこの人がだからロンドンに渡ってラッセル・ミルズに出会ってるという。でラッセル・ミルズかっこいいっしょ、これ超かっこいいよね、うん、でこれナインインチネイルズのアルバムジャケットとかやったりとかしてて、これがそうですね、これがそうですね、そう、そう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 、でミルズ超かっこいいっしょ、ウィーウー、でこれ CD のアルバムたまんないよね。で若き頃の2人ですこれミルズ、そう、大竹さんとミルズが映ってます。ちょっと平沢進むみたいな、そうそうそう、でロンドンもロンドンでこういう新しい動きがあるわけですよ。でまあいいです、なんか今日はみんな生きてていいですね、うん、そうなんです、みんなっていうか、まあ、あのすごい近くて、うん、近いの、うん、なぜかって言ったら、そう、人間らしいんだよ、はあ、表現主義は理屈を超えてるんだよ、うん、だから理屈で語れないの、もう、うん、イエーってなってるんで、うん、それが世界中で同時にバーンってなってるっていう時期が80年にピークを迎えるっていうか、うん、70年代の半ばぐらいからバーンってもう爆発するというね、うん、その中心人物アメリカはこの人だったって話を後半します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、後半改めて大竹新郎さんの話を昔ね、はい、ありましたけどね、砂利おじさんね、砂利おじさんの話、うん、うん、それから、うん、あれですかね、バスケの話をたっぷり、はいはいはい、もう、はい、そこからバス本格的にバスケの、そこから現代に至るサブカルチャー、あ、そうです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 、そうです、ありがとうございます、はいはいはい、ここでではそろそろ後半行くんですけども、お知らせを挟めさせていただきますね。次週は9月26日の水曜日、山田レイジのヤングサンデー、皆様のおかげで、はい、ついに丸4年が経つことになりました。イエーイ、レイさん、はい、画面から消えてます主役が丸4年の主役が丸4年でみんな祝ってくれてるのレイさんいない、どうもということでね、もう構造主義だから、あ、なるほど、ということでやってきましたけれども、アンケートまだ、4周年記念のアンケートが、まだ募集中です。9月24日まで、現時点、今日の時点でなんと188件、めちゃくちゃ来てるじゃないですかめちゃくちゃ来てます、集計が大変です、はい、まあ一番ね、面白かった、この1年間で面白かった回とかね、うん、番組のご意見などなどお待ちしておりますので、その中で一番アンケートを出してくれた地域で一番こうあの、まあ、熱いねヤンサーファミリーたちのいる町に我々は行きますんで、ね、新潟だったよね、収録とかするから、まあね、なんかすごい大状態で行かなきゃいけなくなるから、うん、だからもう空いてるやつだけ行こうみたいな、だレイジさんとクゼとか、うん、レイジさんとシミちゃんと か長野とかだったらレイジさんとシミちゃん、レイジさんの時行ってシミちゃん合流してみたいな、うん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 、でまあ、あの湘南だったら俺がいるんでレイさんが来るみたいな、うんうん、そんな感じ、うん、でまあ、来年はちょっとフットワーク軽く、なんかもうなんかの公開生放送とかじゃなくて、もういろんなところのオフ会じゃないけど、バンバン、みんなで、うん、ただ酒飲むみたいな放送をね、うん、放送じゃない、放送しないんだけど、やろうかなと思っております。よろしくお願いします。最近だからアンケート答えるの別に大丈夫だよ、自分が見た中でいいよ、うんうん、あと最近何派っていうのか分からない方が多いので一度説明を、何派っていうのが分からない、じゃあ何窓口だろ、
つまりそういうことですね、はい、あの山田レジヤングサンデー始まりまして、うん、いろんな方がゲストで出てくれました、はい、その度に、あの例えば東村明子が出るからあの見てみようっていうことで見て、逆に我々のこのなんかトークライブというかトークバンドみたいなのが面白いからっていうようなことで、ヤンさんファンになってくれた方は、まあ、入り口としてはやっぱね東村派なんですよね、それはね、うん、やっぱドレスコーズ島良平、うん、島ちゃんのファンでとか、あっちは実存主義、あっち実存主義、ね、こっちは構造主義、はい、こっちはそうですね、はい、毎回変えて森なんで森なんで、それはまあ島ヤンさんの島派とか、あとか、うん、岡田、そもそも岡田さんの放送にレイジさんが出て、うん、そうそう、そこから始まってるんで、あそこニーチェがいたから、そう岡田さんの、 あの、まあ、関連とかで、うん、ヤンさんも見るようになったという人は、まあ、ヤンさん岡田派、はい、みたいな感じですかね、うんうんうん、ここですよ、でもなんか4年経ってようやくや、ねえ、うん、ヤンさんレイジ派がすごい増えてきてるという、うん、マジか、どんなイメージ感じるんですけど、そうなの、うん、レイジさん好きですみたいな、マジか、もう美術部がね観覧なんですけど、うん、あの、うん、もう緊張してまして、うん、レイジさんにね、うん、あのあの子とかね、金沢美術大学の後輩とか、うんうんうん、あっこ先生の後輩なんですけど、うんうん、島派で、うん、あれ、でもレイジさんに声かけられて、うん、もうなんか、うん、お腹いっぱいに胸いっぱいでみたいな、乙女かみたいな、そんな感じで仲良くやっております、嬉しいね、そんなんですね、はい、うん、幕外派、いや派もいますよ、うんうん、不本意ながらってどういうことだ不本意ながら幕外派、うん、そう言わせる幕外派呼びづらいね、幕外派、うん、いいよね、そうね、うん、まあそんな感じで、まあ別に何でもいいですよ、うん、ギャラクシーデッド派でもいいですし、トガシ派とか、うん、ダディ派とかね、うん、そんな、まあ、しみちゃん派でもいいですし、うんうんうん、そんな感じでよろしくお願いします、はいはい、それからですね、うん、先週やりました、うん、東海メンバープレゼンツという、うん、プレゼン大会がありましたね、うん、その中でやっぱり一番こう、うん、おーってなったしみちゃんもやりました、このあ VR、 そう、はい、VR ユーマ水族館の件なんですけれども、うん、こちらをですね、やっぱりその東海メンバーだけでは無理だということで、はい、手伝ってくれる人を募集しておりますということで、この東海ファミリーが、うん、うん、どういうものにしたいのか、うん、で別にその本格的に手伝う手伝わない置いといて、うん、なんかどんな感じかなっていうのを、うん、まあ、皆さんで共有していきたいなという感じらしいので、うん、その有志企画室というところを作りまして、うん、みんなでレイジさんの作品、うん、ユーマ水族館を VR にし、はい、するということで、うん、それを参加者を募集しております、そのアンケートを、チャラザワ派来たよ、うんうん、出ましたね、はい、そうですね、はい、そんな感じで、うん、はい、はい、ということです、はい、はい、そんで、10月なんですけれども、10月12日、手塚治虫イベント、うん、夜の手塚治虫ということで、うん、吉祥寺でやります、うん、レイジさん、それから菊国先生、国木さん、先生、田中先生、翔さん、翔、うん、さん、マクガイアでお送りする、うんうん、夜の手塚治虫ということで、もうそろそろでもチケットなくなりそう、そうなんです、うん、もうあと、うん、20〜30枚かな多分、うん、まあ、よかったら来てください、うん、なのでね、はい、ちょっと当日券もう出せないと思うんで、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、今のうちにお買い求めください、うん、ちょっとこのままだとパンパンになっちゃうんで、うん、客席増やそうかな、うん、みたいな感じの流れになってます、うんうん、お前とルミコさんがさ MC やると面白いね、俺はやらないですよ、ルミコさんが、お前は、うん、俺は基本的に袖でこう何してるの、なんか袖で、あははって、何それ、何それ、あははっていう感じ、そんな控えめな。だって俺出てもしょうがないじゃないですか。手塚治虫語るのに、うん、マクガイアはいけますよ、オタクだし、うん。ルミコさんはさ、もうそれはもうプロデューサーですよ、うん、プランニングプロデューサー。うん、はい、で、そしてこの娘さんでございます。うん、俺誰よ。それ今言う？そうだから、今更そんなこと俺も手塚さん、そんなこと言ったら最初からお前誰だよ。いろいろね、皆さんの連絡とか、なんかこのそういうことですよ、劇場とか。まあね。そうそう、俺誰だろ？時間があるそうです。ヤンさん知ってる人だったらまだな、はいはい、まあまだ許してくれるけど、はいはい、名打ての手塚ファンがね、はいはいはい、吉祥寺に集って、はい、俺がどうも皆さんみたいな、そう見たいじゃん、そう見たいじゃん、お前は手塚のなんなんだ、なんなんだそこまで知らないしみたいになっちゃうんで、うんうん、よろしくお願いします、全然出たくないですムムムムムムって何なん、あ、今日か、うん、今日か、うん、はい、そんな感じですね、それから、うん、
すいません、もうあれですけれども今週末、月曜日で終了してしまいますけれども、うん、ヤンサン美術部展第3回ヤンサン美術部展、ピリオドル開花、後期展示平成が、本日開幕いたしました。はい、レイジさんパッと見でやっぱりちょっと前期とはもう全然違うとは思うんですけど、うん、もう印象としてどうですか。いいよね、軽く。いや面白いよね、すごい面白いよね、なんかもう、やつがさ、これ後ろにあんじゃん、はい、この5億のヤマンバがいるじゃん。5億のヤマンバがヤマンバ10億の土器がありますから。10億以上の土器があります。10億以上いきました。10億ってか値段つけないんですよあれ。だってこれが123億なの。あれ国宝なんだ、うん、国宝なんだ、値段つけられない。国宝なんですよ。金銀みたいな感じ。そう、国宝だからあのライトアップをちゃんと下からやってくれと。それ見れるんだ。なのになんかアクリルのケースとかないんですよ。あ、そうなんだ。うん、はい、そしてまだ乾いてない。マジか。作りたての国宝。それ見れるんだ。それ見に来てください。平成なのに縄文土器がね、はいはい、なるほど。ということで、そこか。あとはあのあれですよ、おなじみ、先週も大爆発をしてくれました、はい、レイモンさんの作品がこちらにありますし、まあおなじみの人と二期会の二期先生の、またあの、うん、もう完成度の高い、うん、まあワクワクしますよ、ね、ちょっともう学装からして他の作品と違いすぎてね、はいはいはい、あれだったりとか、あと俺とバナイ君の共作が、うんうん、お前の逃げたな、逃げた、どうやって逃げたのかっていうのをちょっと確認してもらいたい。いやもう普通に、ああこれいいです、もうなんか見に来て奥見つけたらお前逃げたなって言ってください。いや俺はだってバナイ君失礼でしょ。バナイ君はバナイ君で書いてもらえばいいじゃねえかよ、バナイ君の作品を。それはさやっぱりさ忙しいから、やっぱり。いや連載終わったから大丈夫だよ。めちゃくちゃ言うな。ネーム書いてる。そして私のあれですけれども、アッコ先生の、今年の、私の肖像画が、はい、もうなんかもうそれ言っちゃおう、もう私の肖像画シリーズ、うん、お前すごいな、毎年東村明子に肖像画、やばいです、これもうね10年続いたらもう俺あの画集出します。なんかすごいのが1回目の時に描いてもらったやつもデジタル油彩だったんですよ、うん、そうだから俺の肖像画描くっつって、うん、でデジタル油彩に多分あのまあなんかやってみたかったのもあると思うんですけど、パッと、うんでそこからなんかもう3年経ってなんかめちゃめちゃ上手くなって、うん、そう上手いよね。めちゃめちゃ上手くなって、俺はその偉そうなこと言うんだよ。お前リテイク出したしな、あっこにな。じゃあリテイク出して皆さん聞いてください。このね誰なんだ奥のね、東村明子にもう一回かけっつったんですよ。違う違う、なんかもうなんで俺に言ってますから。クレースは。それでは後半しみちゃん。おーい。お願いします。9月24日です、よろしくお願いします。はい、はい、あ、どうも。